すいません、すいません、お財布落としました。ありがとうございます。めっちゃ助かります。はい、仕事楽しめたりしたんで。あ、よかったです。よかったです。お礼したいんですけど、ちょっと仕事で急いでて。いや、でもいい、大丈夫です。あ、もしよかったんですけど、はい、ちょっと連絡先だけ教えてもらっていいですか。あ、お礼させてください。あ、わかりました。いいですか。はい。お願いします。はい、言ってもらってもいいですか。はい。はい。お願いします。090。はい、ちょっと暑いです。仕事終わった後になっちゃったんですけど、連絡させていただくんで。あ、全然無理して、せずに。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。いやー、びっくりしたね。いや、すごい可愛いお姉ちゃんでした。絶対連絡来ないと思うんですけど、まあいいことしたなって思いました。で、ね、今日はこのままちょっとね、車中泊しに行こうかなと思います。キャンプ場かな、どうかな、キャンプできるとこ行って車中泊するか。いやー、今日はね、まさかのちょっと出会いがあったりとかしてね。おっと、お、え、もしもし。あ、もしもし。はい。あ、先ほど、はい、お財布を拾っていただいて、ああ、ありがとうございました。いや、はい、ありがとうございます。はい、はい。あの、はい、今ちょっと仕事終わったんですけど、あ、はい。あの、この後ってお時間ちょっとあったりとかしますか？ああ、でもいいですよ、そんな気使わなくても。全然。いやいや、私の気が済まないので、もしあの、お時間があれば、はい、はい、あの、ちょっとお会いできたらなと思うんですけど。じゃあ、はい、さっきの、あの、駅の近くで大丈夫ですかね？あ、大丈夫です。え、いいんですか？むしろ。あ、はい、全然近いんで、行けます。わかりました。はい。はい、お願いします。はい。はい。あの、はいはい、今駅着いたんですけど、はい、あのどちらに向かえばいいですかね。ああ、いた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 、あの、うん、こっちです。こっち、あの、見えるかな、手振ってる方。あ、すいません。すいません、歩かしちゃって。いい、はい、一回切りますね。はい、すいません、なんか。すいません。うん、きついと。申し訳ない。時間大丈夫ですか？あ、いや、大丈夫です。はい。汚いんですけど。はい。問題ないですかね。全然大丈夫です。わかりました。で、僕、YouTube の仕事やってて、はい。さっきは撮ってたんですけど。はい。なんだろうな、と思って。はい。大丈夫ですかね。あ、大丈夫です。マスクの。あ、わかりました。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、行きましょう。はい。はい。あ、あとワンちゃんもいるんですけど、大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。好きな方です。なんか食べたいものとか、なんかお店とか、はい、なんかありませんか？あ、お好み焼き。お好み焼き、お好み焼きいいですね。あ、じゃあお好み焼き屋さんで、はい、じゃちょっとお礼させてください。わかりました。いいですか？それで大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ僕が焼きますね。あ、焼いてもらっていいですか？はい。じゃあお願いします。美味しくお願いします。じゃあ行きましょう。はい、お酒とか飲みますか？あ、いや、そう、お酒飲まないんで。はい、お水。あ、水で、うん、水で、はい、わかりました。王道の道頓堀ミックス、ミックスのお好み焼き一つです。はい、豚焼きそば、豚焼きそば、お味、ソースと塩だけ。ソースで、ソースで。じゃあ焼いていきましょう。焼いてください。お願いします。最初っていいですか？いや、多分大丈夫です。綺麗に焼けてる、綺麗に焼けてる。これはひどい。真っ黒黒すけ。うん。ぷよぷよ。うん。あ、しまれた。いただきます。いただきます。美味しいかな。大丈夫です。大丈夫です。夫婦してますね。夫婦してくれるんですか。いただきます。
美味しい。よかったです。うん、大丈夫だと思うよ。本当に？行きますか？あ、そうですか？美味しいですか？美味しいですか？熱かった？ごちそうさまでした。いやいやいや、やってもらってありがとうございます。はい、いやいや、とんでもない。結構家遠いですか？ちょっとだけですけど、うん、はい、あ、でも私実は副業で、ね、耳かきのサロンで働いてるんですよね。耳かき、耳かき、はい、よかったです。もう俺めっちゃ気持ちいいんです。めっちゃ気持ちいい、わかりました。はい、いつもちょっと車中泊してる場所があるんですけど。あ、はい、じゃあそこでちょっといいですかね。あ、大丈夫です。はい、じゃあこの後じゃあそこ行きましょう。はいはい、はい、ではちょっと車内紹介します。はい、すいません。はい、一応こんな感じの作りでやってます。すごい。でちょっとワンちゃんがいるんですけど、はい、こんばんは。お留守番してた。はい。あ、じゃあ靴はそのまま。あ、はい。ですね。うん、意外と、はい、すごいサービスがすごい。なんだお前。微動だね。どんな形してるの？あれですか、耳かきはなんか、あ、お店でやってるんですか？そうです、そうです。東京？都内の方です、ね。都内で週何回ぐらいやってるんですか？週3ね。うん、大月3で、ちょっと忙しいですけど、はい、耳かき持ってます。耳かき持ってます。ちょっと私が使ってるやつになっちゃうんですけど。はい、あ、使ってるやつですか？自分で使ってるやつ。自分でというか、あ、一応消毒してるんで。あ、全然、消毒しなくても大丈夫です。大丈夫ですか？いろんな意味で。早く寝なさいよ。あ、はい、すいません。私の足が疲れるでしょ。はい、ごめんなさい。はい、わかりました。すいません。はい、こんな感じで、この辺でいいですか？あ、大丈夫です、ね。はい、あ、ちょっと手触って。はい。あ、ドライ肌ですね。あ、はい。あ、その辺で測ってるんですか？あ、そうなんです。ちょっとこれでウェットな感じなのかドライな感じなのか。あ、なるほど。うん、見てるんで。はい。あ、気持ちいいですね。結構なんか耳とかツボあるんで。あ、はい、うん、じゃあこっち見て。あ、はい、いいよそれで。めっちゃいい匂いしますね。え、いい匂い、いい匂いします。眠りかけちゃいました。ちょっと半分寝てました。あ、でも気持ちよくなってます。ありがとうございます。はい。それで、はい、私いつも施術の最後に、はい、お客様にお茶を飲んでいただくんです、はい、ハーブティーって影響してるんですけど、はい、ちょっと今日あるのが、はい、私のちょっとものになってしまう、はい、はい、これちょっと飲んじゃってるんですよ。大丈夫ですか？大丈夫です。そのまま飲んじゃって。よければ大丈夫。あ、わかりました。ありがとうございます。すいません。どこ見てんすか？いや、何も見てないです。絶対もよ。いや、何も見てましたよね。何も見てないです。私気持ち悪いけど。
もうスケベ痛い、もうスケベ痛い、痛い、違うんだよ、違うんだよ、違うんだよ、ちょっと、何してるんですか。あ、いや、あの、いや、耳かきしてた。私の友達なんですけど。え、財布って、財布落としてたから。あ、そうやっていい人のふりしてまたやってんすか。バカっすか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。痛くないですか。大丈夫です。いや、めちゃくちゃ痛い。で、今日の趣旨は財布ですね。財布を落としてしまった時に、やっぱ拾ってそのまま自分のものにしちゃう人がいるんですけど、それは犯罪になります。で、必ずね、あの、財布拾ったら、まあ、拾った人に届けるか、もしくはもう警察にですね、すぐ警察の交番とかで、ね、そちらの方に届け出してください。僕自身もね、3回ぐらい今まで落としたことあるんですけど、全部返ってこなかったです。保険証とかね、クレジットとかすごい大変なんですよ。悪用もされちゃうかもしれないし、大切なものがいっぱい入ってるからね。お金以外にも、そう、お金以外にも入ってる情報いっぱい入ってます。もちろんマイナンバーとかも今あったりとかしてね。そのね、まあ基本落とさないのが一番いいんですよね。あのチェーンか何かつけてとかね。今時はい、動画の方が良ければ動画の評価ですね。これですね、これ、これとチャンネル登録をポチッとポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、はい、ありがとうございました。本当にすみません、いろいろ何か何かで、はい、本当に、はい、これかよ、これかよ。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいすごいすごい。ちょ、もうマジでやめてやめてください。ちっちゃすごいんだけど。それちょっと、うちの友達何してくれてるんですか。